はい、というところで始まりました。本日第1節第3試合。本日6試合とも固定4チームでの試合となっております。はい、ではチーチェから、メイズ・ワタリン選手、連投となっております。ナンチャ・プニキ選手、本日初参戦。プニキ選手はブルドラですね。で、シャーチャ・ディ選手、マジャ・キット、本日3連投目。そしてこちら、ペイチャ・ガッツ・塚本、こちらもジャンケンボーカー3連戦となっております。いやー、3連戦。若いっていいね。はい、ということで、トン1曲。チーチャ・渡り、ドラはローピン。さあ、今のところは、皆さん自敗から切っている平場展開でしょうか。手形チーノはさっきの人ちょっと良かった。こちら、うわ、なんかゴツ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 、そうでもないか。こっち、うん、こっちも、こっちは両面がシャーチャーではない、シャーチャーではない。赤嘘、ちょっとゴツゴツ。さあ、こちらはトーンは泣くプランなんでしょうか。プニキ選手スーピン、ゴツゴツしてまいりました。サブローピン引いたら一気に勝負で、こちらはこれで3万。こっちもちょっとみんなゴツゴツしてるね。誰が早い？今のところ泣くのはプニキが泣くかどうかですか。ここは本一見る？何どうする？1握れ、無理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 。こちら、うん、イーペイコーもちらっと、初はバニー1枚3層、一応イーペイコー名リージャー行きたくないんかな。チュン、ション、1枚握れ、チーピン、機械と痛いのか、789ダブトンじゃない。3層1枚切られた。テンション下がりそう。でも、一応いいシャンテンです。お、ということで、3層受けを嫌う形の2差しマンズ。たなぁ。サブローピン引きたい。3層引きたい。ローワン、どうする ?3 ワン、いや、E ワンが振り点と。こちら、ワタリン、親。ほとんどつもぎりが続いております。これトン泣きそうね、プニキは。このトンがいつ出るか。今でしょ。いいピン？今でしょ。泣かない。パーピン、なんか縦来ております。9ピン3ミリなので、パーピン縦を左右。ドラですか、これは。ローソー。神茶がなんか想像っぽいような皮だけど。おー、3ピン嬉しい。どっち？想像が高く見える？いいピン、いいシャンテン取らず。おお。さあ、これで、ここが縦、ドラタンキチーといつって結構、トンは泣かない、いい数層からチー。トンは安牌と、あ、テンパイ、あ、テンパイ逃しですか？これテンパイ逃しですか？違いますね。はい。これで、ウッパーマンサブローピン。さあ、この人チートイツって結構ドラがいるんだよね。Q1 はよく見える ?Q1 はよく見える？この人 Q1 切っちゃうね。この人も Q1 切っちゃうね。この人も Q1 切っちゃうね。ということで、山田さんの Q1 ルーレット入りました。リーチしても面白いけど、そんなんしないよ。だってマンガンあるもの。積もったらハネマン。単野をつけたらハネマン確定。さあ、どうする単野確定杯なんかある？あ、でもこれ Q1 誰が掴むかですね。誰が掴むの？あっさり積もっちゃうなんてこともある？ドラアンコーぽいざわざわ、ざわざわ。でも、ざわざわしてもこの Q1 は誰も止まらないよ。ローワン引いて、なんじゃこりゃーん。広くなったよ。Q1 どこなの？ Q1 どこなの？バゼルだよね。積もっちゃう？そろそろ。ピコーン。あ、嘘もスランコなんてないよ。無理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 
誰が今日ついてないの、誰がついてないの、でも地位で流れてくるから、ね、おー天杯ですか、リーチしちゃう、出ないもんねサブローピンということで、リーチ。さあこれによって9番出ました、千葉木リーチ止まる、リーチのおかげで止まる塚本。そしてこの人どうすんの、3ピンとか止まんないよね、あーごめん一発放銃は仕方ない、これは仕方ない、あー先制リーチだったか、メンタン一発イーペイコーザラ、マンガン放銃うまくいったがために、うまく打ったがためにワンガン放銃は仕方ない、そうだよね、親で闇天満が積もって緑線おる、仕方ないんじゃない、ということで今のは OK です大丈夫よ渡り、今のは仕方ないよ、リーチをした、リーチをした D さんかな、リーチをした D さんがお見事、リーチしなかったら9番補充してるもんね、やっぱ麻雀って一巡何があるか分かんないね。さあトン2曲横移動マンガンでございました。なんかゴツゴツしております。こちらはシャーチャ、ドラはイーマン、お、いいとこ引きました、今日は配線いいですね、またいいよ、シャーポンするしない、あ、しました、おお。さあここで親番はプニッキー、ドラは E1、 立て立てしております、 E1 2枚ここか、123見ちゃう、見ちゃう、はい、ジャンピン引きました、いいシャンテン、やっぱね、補充した後に1000点、2000点でも上がるっていうのが大事だと思います。結構ね、M リーグでも大井さんとかもそういうね、補充した後すぐ加点しに行くこともよく見かけたので、まあ、麻雀としてありなのかなとも思います。さあ、これで3番はチーはしない。これ3番チーは誰無理だよね。はい。さあここ手配変化はかなり限られております。イースを引いて一歩まだちょっと遠いから、数ワン引いてリャンマンかな、これで3色さようならドラ固定、リャンワンプッシュ、ドラがイーマン仕掛けてる人の神茶、降りてる打牌ではないよね。さあ何切る、ハクポンも見る、リーチが偉い、リーチが偉い、はい、老朽版と、あ、でもイースピンフォロー聞いてるか。さあここは目いっぱい、チーソチー、意外とピンチの決心いく、良さそう、そうでもないか、そうでもないか、対面だけか。さあここは、あ、そう、ハクが出たらポンですが、うお、イーシャンテンと読んでいいんでしょうか。怖いね、あんこ使い筋、そのチーピンをあっさり切りそう、やった取ったぜ、イエヘイ。さあローピン、バーにゼロ、チーピン浮かせたおかげで、でも合わせます、ドラ引きました、チートイツイーシャンテンです、リャンソーが握れ、リャンソー握れ、でもローワンもいらない、チートイツはね、メンツって考える、でもそしたら嘘を切らないといけないもんね、ということでロアワンかな、はい、ここ何引く、次何引くかで取り切るか全部変わりそう、あっさり引くが一番偉い、追いつくのはここが偉い、ペー残す、振り点でございます、どこ嫌う、ミドウケじゃなく両層が1見え2見えか、テンパりたい、渡りにテンパりたい、あーそう、テンパるか、サブローマン、リャンソー言いました、ごめんなさい、でも数番は切れるのかな、無理かね、
2ピン、E ピンがこれ2見え、チーソー、まあ1ピンはいいかな、白が出るかローピンが出るか、テンパイですね、いや違います、ごめんなさい、ローマン切っちゃったもんね。ここでリャンソーでもいいよ、リャンソーが3見えだもんね、4見えだ、チーソー合わせと9ピン引っ掛けます、そんなわけない、9ピン取った、イエーイ、リーチ、うー、合わせとく、これもローワンとか、じゃあローワンないわ、ローキワンチーすんのかな、チーテンしそうな気もするね、リャンワン、リャンワン、リャンワン、あ、やめた、おお、アンコの3番あっさりとテンパれない、ローマンこの人がもう4枚カットしてる、リャンマンこの人のリャンマンはリャンソーかな、サンミアリャンソー、リャンは振りてんだけども、だけどもだけども、ということでローピンがまだ2山ですか、3山ですか、もう降りちゃう、カンですか、違います、ローピン、キパーピン、ローピン三山ですね、うーん、例えば数アンコだったのか、数アンコ入りました、はい、赤っこ入りました、あと入るかいです、9アン切ったチーも悪いか、9アン切ったチーですか、ウーピン、シャンポン、フリッター、パーン、うーん、パーピン通りそうになっちゃった、テンパってない、テンパがないのか、これテンパって嘘切る、嘘切りやすいか、もう切らなさそう、だって脳天なもの、あ、切った、今度、あ、びっくりした、切っちゃったね、じゃあ嘘ですね、9番さっき通った違うか、9番ローピン、クイッラが出たとかある、ローピン食い流れたとかある、ん、アロマが出たのか、はい、1000点、渡りんさん2000点ゲットでございます、ナイス、ダメージ受けた後にホイミ、ナイスホイミ、ナイスホイミ、さあこれでトンの3局に移ります、お、なんか良さそう、ドラが何、ドラ何、ドラ何、なんかそうだったら嬉しいね、リーパイ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 、なん、流れないでか、初なん、ドラが3万2人持ってなーし、シャリンなーし、赤なしドラなしが3人、おい全員持ってないとか、そんなことあるんですか、全員持ってないです、これは誰が何を赤引くかドラ引くかでガガガッと変わりそう、今日の勝負したい、そんな感じ、うーん、プニキー選手を盾になっております、3枚引きました、この人はあんまり嬉しくない、こっから手作りは大変、パーマン、うーん、この人はどのドラ引いても嬉しいね、うん、ワタリン選手今日はやっぱ手が入ってます、いいピン、リアンソー、どっち、リアンピンが一番見てる、そういうこと、これで手が進みました、これはここは両面が3つ、イーシャンテン両面ができました、チーマン、ドラガー、リャン、サンワンってことね、うん、このサンワンがここ使いづらい、 T さんは使いづらい、ここもここも赤もドラも全部引いても使いづらそう、ここは使いづらい、6チッパー、自然に6チッパー、赤引きました、マックスペイ、ペイマックス、ペイマックス、はい、これで臨戦態勢が約2人、赤引いた、でもこの人は入れ替えるかな、いいままパニー、パニーゼロ、おースリムスリム、チーピン引いた勝ち、チーピン引いた勝ち、3ワン引いてもほぼ勝ち、あ、ドラ、ドラ、ドラが3ワンで、ドラが3ワンでリーチ、プニキリーチでございます、ドラマチリーチ積もれば満願から、いいぞプニキ、あ、おかえり、
はい、解説入る？入らない。入らない。ペンさんは？ペンさんは山に3枚ございます。ナイスリーチ。ネイチャーだ。お、これで画面調整多分入ってるかな。多分ね、これ3分、4分ぐらい巻き戻してやってるんで。神茶は、ブニキの神茶は、ワタリン選手、メイズ・ワタリン選手、うん、D さんが下町か、 D さんとガッツさんが3連投、うん、若いね、でも D さん3連投は聞いとったけどね、なるほどね、言ってたね、お店のシフトの仕事、都合上のとも言ってました、今日は桜井先生出てこんと、今初めて気づいた、協賛の会社の名前が入ってるんだね、そうだよ、リハビリデーパーム、読めなかった、パームワディロ、あ、いろんな支店の名前が入ってるのかな、そうそう、全部ユリシーズさんの、あ、そういうことね、うん、さあここはドラガさんが使いづらい、さあ、止まってる、また止まってる、止まってるかな、 D さん固まったっぽいね、いや確か偉いのバッテリー充電少なかったのがあったもんね、明日チェーンでやっておりますが、このまま止まったままとかなのかな、さあ画面が止まっておりますが、向こうも止まった、そんな感じですかね、本日の成績はとりあえずメイズが4-1、キットが2-4、ブルドラ3-3、ジャンケンポー1-2で、ジャンケンポーが連続連帯トップ込み、うん、そんな感じでございます。走られたわね。そうね、まあでも1-2とかはよくあるわ、お話なんで。いやもう本当あのサブローピン相当だけ良かったんだけどな。これダマ？ないな、いや、役なんだ。役なしだけリッチさんじゃん。あ、オーラスもね、そうそう、ね、あっから9番トイトとしての脱いでろうさせる、賛否暗行の人がいないから、そうですか、うん、D さんが持っとったんや、うん、いや、打ってくれと思ったんやけどD さん持っとんの分かったけん、下茶からって、あの掃除の一通気配やったけん、一通か三食やけん、賛否ないやろうと思って、トイメンも持ってなさそうやったけんさ、 D さんが固めてるしかないよ、 D さんって神茶？あの時は神茶、なんちゃって、いや下茶の人があんこで持ってたような気がする、いや、ないよ、だって下茶はだって親で一通上がりに行っとんや、あ、そうかそうか、そう、あ、はいはい、 D さんよ、3枚持ってた、俺に差し込んで万が一村さんが嫌やけん差し込んでよかったって言った、うん、明かりルールは無理だよ、差し込みなかなかな、羽直 OK ぐらいのさっきの2戦目のオーラスみたいな状況やったら、うん、一応タイムは20を超えてるね、少々お待ちください、これ中なんかできるんかな、あ、ごめん、どうすんのこれ、あ、どうすんのこれ、逆、ちょっと押して、え、あ、もうだから扱いたくないよね、でこれを24、多分ね、こっちはもうちょっと進められるんだよね、でもね、向こうが止まった、全然止まった、今が止まったもんね、どうしたらいいのかわからない、そうなの、止まっています、ごめんなさい、多分現場の方も止まっていますので、しばらく現場調整中です、
結構皆さんコメント書かれてもらったようで、老人体力面白い林海ダオさんどこかのチームかな、どこだかな、林海ダオさん違う人かな、まあ、確定がそこになかったのがあったんで、ポンコツなんかどこのチームだろう。レオさん、はい、見せて。あ、なんか見えなく、見えにくいとこあったかな、あんまり気にならないんだけどね。あ、俺国試の時だけ、あの、うん、まあちょっとその見せずにそのままパッと切るやつ。まあ、配信トラブルにつきコメントを読み返しております。ちーちゃんナイスファイトでした。ワタリン頑張って、ナイス。レオさん頑張れ。ワタリンさすが落ち着いてる、ナイス。つかちゃんファイト。キングルーさん止まってるよ、止まっております。ということで、あまり話すネタがございません。何せ初日なもので、今ね、一台スマホの充電がおかしいのがあったんよ。あ、そういうことなんですね。うん、ああ、それはどうするんだろう。一台飛ばしでやるのもな。そしたら4分割は OK？ 普通？ひょっとしたら4分割のままやっちゃう可能性もありますが、止まってるところだけ4分割で、他の人は3人とも移すっていう手もあるけど、それはかなりスイッチャーさんの技量を求められるので、うん、今誰？イチローさん？スイッチャー立っちゃうんだよ。あ、立っちゃう、変わってる。あ、でも、もうちょっと帰る、さっき帰ったわけ。じゃあ、イチローさんよね。じゃあ、イチローさんが、老下な手腕でスイッチ上げを見せるのか。今回ね、初日4チーム固定で6試合だから、結構何ポイントぐらい動くと思う？上限100。あ、ほんと、俺もっと動くと思うんだよ。200ぐらいは動くかなと。上限で100。プラ100の前の100。あ、そう、あ、俺だから200、200ぐらい。ああ、そこまでいかないと思って。いやだって一番ケツのうちでだって3着3着やけん、マイナス20、マイナス40もないやろ。うん、大体50として、うん、で、キッドさんが24で、やっぱ24はもう30、40ぐらい、うちもちょっとしたよね。うん、2試合でこれやから、これ6試合やったらやっぱ100は超えてきそうなチームが、それがでもね、今キッドさん取ってない。もうブルトルさんはブルトルとこだっけ。これはペニケーキに今リーチ、あー、3着目からのリーチだからね、多分だから4をポコポコと連敗すると100を超えて200が見えてきちゃう。それから6試合だけんね、6試合だとね、うん、連敗するとガッと開く可能性があるから、俺はマックス200って見てるんだよね。今200も動かないで見てるよ今日あの力の差が見合ってそんなにない、たまたま席で決まってるような感じ、うん、いやだからさ、ついてる人はそのままもっと行きそうな気しない？しないですね。あ、そう、あの打ってる感覚だけど、あの今日着順沈んでる方が力あると思っておけ。あら、そうなのね。なるほど。これで校長者にバトンつながれて、校長者が走られると面倒くさいけど、うん、だけど俺次戦、あのじいさんのやつすげえ。まあ、連投権を初日、今日からうちの監督様が A リーグ配信の解説に入ってて、采配ができんということで、うん、なので我が輩メイドチームは一人一戦は打ちましょうというルールのもと、あとは調子を見ながらと、桜ナイツのようにトップを取ったら連投する権利というものをお渡ししてますので今回は渡辺さん伝統するって来た時に顔にこーっとしたんで、あ、行きたそうと思ったんで、じゃあ行ってこいって感じで半ば強制的に背中を押しました。で、トンパツね、マンガン宝珠も先に1万2000のチートイ短期、山さんチートイ短期を闇で構えて、で、振り点で引いてる3ピン紡ぎってロンなんて仕方ないかなって感じでした。そうなんですか、100トラブルっぽいです、配信の携帯がしんどいんじゃない？ IC だ、うん、携帯が1個、撮影が止まってる？いや、もう、ね、バッテリーローが出た時に分かっとったよね。
出るはずがないバッテリーロゴで撮るという。じゃあ一回こっちも止めちゃいますか。うん、ということで一旦3回戦のトン2曲で一旦区切りますね。ポチッ。ではまた後ほどでございます。